ちは、ショートの神様松川です。これから奥さんと一緒に富士山ドライブに行ってきたいと思います。行くぞ。到着までですね、だいたい3時間18分の間ですね。運転してくれるのは無言を貫く奥さん、マキで、マキ曇りすぎだろ、これ晴れんのか、これ。このキャラクター当てクイズ。もうキャラクター誰だか当ててもらいましょう。じゃ、このキャラクターは誰？高橋久美子。日本人。これがあることによってめちゃくちゃ緊張する。ピヤ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 。晴れます、山梨。晴れますね。自己渋滞ですよ。ですよね。せんべいでも食べますか？食べますね。マッキー大変。富士山が隠れてる。富士山たら。あら、まあ、富士山たら。恥ずかしそうな顔してね、先生。そうね、先生。そうよね、先生。本当にそうよね、先生。本当に困っちゃう、富士山たら。ね、先生。ね、先生。うわ、富士根元来た、ついに。すごい。富士の根元に来たぞ。これが富士の根元か。これが富士の根元だ。富士に。マッキー、ありがとう。お疲れ様でした。疲れた？運転。全然疲れてない。怒ってる。全然疲れてない。6時間運転なんて全然疲れてない。まずは恒例のあの時間がやってきましたよ。お手洗いタイム。絶対お手洗いで。どう、マキ、お蕎麦見つかった？お蕎麦見つからない。蕎麦屋、うん、おー、蕎麦屋あんじゃん。キーン、ラッキー。水の風、おーそば、おーそば、お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 そば完売ですよ。2名です。2名様、大丈夫ですか、はい、ちょっとお待ちいただくようになりますが、はい、お待ちください。はい、はい、2名様。うまそうね。富士を目で、花を目で、時を目で、わーお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 。天ぷら盛りそば2つで、1つ大盛りで、もう1個が天丼。はい、ありがとうございます。次はタピカツに行きましょうか。ハッシュタグタピカツ、タピカツに挑戦する、そういうことでいいですか？答えはイエスです。ここで僕たちの旅が終了するかしないかはタピカツ次第です。タピオカ好きなの？好きじゃない。私も好きじゃない。やめます。どうしようか、マッキー。おいっ、おいっと、どういうこと？水切りのコツをお伝えすると、丸くて長い石がいいんですよ。見てろよ。3回でした。ということで、富士山の旅終了します。また夫婦の旅日記作ります。